三共ハート DX。 この商品も、私が開発しました。人間のさまざまな、病気、血液の流れの悪い場所に病気を発症しやすくなりますね。血液は全身600兆という細胞に栄養、酸素、酵素、白血球を送っております。そして腎臓でいらない老廃物を受け取って排出する作業もしておりますので、栄養がいかない、血液が行きにくい、滞った場所を漢方用語でおけつと言います。おけつ、血液のドロドロになることやね。このドロドロになると、その場所に栄養がいかないと、眼病の場合、目の中の血の流れが悪くなると、いろんな、眼病を発症しやすくなりますので、三共ハート DX の、主成分ルンブルクス繊維性酵素は、血液をきれいにする血の塊、血栓、40代で、4人に1人、50代で、3人に1人、60代で2人に1人、70代でほぼ全員血栓症、血が固まってしまう。この血の塊は下半身の静脈、血管の細いところに静脈瘤ができて、その血栓塊が脳に飛んで、脳の血管が詰まれば脳梗塞になりますね。この、血栓をきれいに溶解する作用がハート DX の中のルンブルクスという、繊維性酵素、それが、血栓を溶かす働きがあります。あと電子認知、中国では金とか金より値打ちがあるという意味なんですが、血液を流す活血だけじゃなしに、血液は流し放題流したらええというわけでもなしに、特に目の血管は細いですので、出血を起こして、する場合もあります。その場合に流すだけやったら血が止まらなくなりますので、止血もできます。血を流す、血を止める、そして、血液の流れは神経、気持ちがすごく作用しますので、ストレスを受けると血液が一瞬に気持ちで血がドロドロになって、末梢まで運べなくなりますので、電子認知が抗ストレス作用、自律神経のバランスを整える、肝臓の働きを良くする作用もあります。そして一番、この主成分の中で漢方名遮炎脂、ツルレンゲ草という、レンゲの種になりますが、これはどういう働きをするかというと、非常に目に良い漢方薬です。目の中の活性酸素を消すだけじゃなしに、緑内障の眼圧を下げたり、緑内障の視野が狭くなる視野欠損を予防したり、白内障の予防治療、糖尿病の、網膜、症の、血管の目詰まりの予防をしたりする働き、それともう一つ、ここが一番大事なんですが、ルテインという成分、このルテインという成分、前にもお話ししましたが、すごく壊れておしっこに流れやすいので、このツルレンゲ草を一緒に飲むことによって守ってあげる、ボディーガードしてあげる、そして守って血液をきれいにして栄養分を目の奥まで運んであげる、目の血管の目詰まりをなくす働きが、この栄養素の中に含まれております。